皆さんこんにちは。私はジャソンモンです。15歳です。スランゴル州の s m g、K、カソリック学校から来ました。どうぞよろしくお願いします。今はキー・シボジン様についてお話ししたいと思います。昔々、埼玉県の南に 村がありましたある日子供たちが遊んでいると突然強い風が吹きました子供はどこだ子供はどこだ村に子供をさらえ鬼女が現れました鬼女だ風の中から現れた鬼女は子供を一人さられましたそれから はゆうかたになると前にちのようにオン、おにおなが山から来て、子供をひとりされました。子供はどこだかくれてもにおいでわかるぞ、ぐんぐんそこだな。子供をどこにかくしてもオン、おにおんなは鼻がいいので、においで見つけられてしまいます。 子供たちの声でにぎわっていた村は静かで寂しい村になってしまいました。村の人たちは何かいい方法がないか相談してお釈迦様にお願いすることにしました。次の日村、人たちはお釈迦様のいるという山へ登りました。雲の間、 から姿を現したお釈迦様に、村人たちは手を合わせてお願いしました。村にお願い、来て子供をさらいます。助けください。するとお釈迦様はいました。わかりました。私が何とかしますから、どうぞ安心しなさい。 お釈迦様が誘ぐ鬼女のところへ行くと、鬼女に,にさらわれた子供たちが穴蔵の中で泣いていました。このひどいおに女に文字分の子供がいます。それも一人や二人は泣く何度一万人もいます。その子供たちを鬼女はお私の、 わんでかわいいんだよと抱きしめます。それを知ったおに女よ。お前は一万人も子供がいるが、一人でもいなくなるとそんなに悲しいのかはい、それはもちろんでございます。そうだろう。親とはそういうものだ。しかし、それなら。 お前に子供をさらわれた人間たちと気持ちがわからないかあつーそうだ子供がいなくなったお前と同じように人間たちも子供がいなくて悲しているんだすぐに子供たちを返してあげなさいお釈迦様は水とオ女の子供を返しました を許しください私が悪かったですすかり心を入れ替えた鬼女は子供たちをもらい返しましたそれから鬼女はお釈迦様の弟子と知的死亡人になってあんちゃんと子供を病気から守るか 様になりました以上で私のプレゼンテーションを終わります。のう、成長ありがとうございました。